オラ一人に任せてくれねえか。ああ、わかった。頼むぞ、悟空。オラの本気な。ほんの少しずつでいい。現金を開けてくれ。来た。ベジータ、おめえこの目よりもさらに強くなってやがんな。当然だ。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。貴様らと戦っていた時の俺だと思うな。ほんの少しずつでいい。現金を開けてくれ。来た。ただそれはオラも同じだ。おめえだけじゃなく、オラも強くなってんぞ。小酒、条件が同じならサイヤ人の王子であるこの俺の方が強くなっているに決まっている。どうなってやがる、この掲げる強さ。ここまで俺との差が縮まっているとは。来た。カカロット、貴様俺と共闘しフリーザを倒さないか。共闘？フリーザが地球に来るまでにはおそらくまだ時間がある。待て、フリーザというやつが地球を狙っているなら。フリーザは大型の宇宙船を使っていて遅れている。それが本当なんて証拠どこにも。みんな、ベジータは多分、ベジータはサイヤ人の誇りってやつを持っている。嘘をつくくらいなら。じゃあ本当に悟空やベジータよりも強。どうやら本当に手を組むしかないみたいだな。さあ、次はドイツが相手だ。チュイを倒したぐらいで調子になるんじゃねえぞ、ベジータ。ようやく出てきたか、ドドリアさんにザーボンさんよ。愚かなやつだ、ベジータ。当たり前だ、地球人を当てになどしていない。待てよ、そういえば地球に逃れたサイヤ人の生き残りがいたと。オラがその地球育ちのサイヤ人らしい。まさかベジータと徒党を組むとは。ベジータと一緒に殺してやるぜ。